古代レスリングがイギリスランカシャー地方でキャッチアズキャッチハンとなり、それがプロレスリング、そしてアマチュアレスリングになりました。私の師でありますビル・ロビンソン先生は、そのキャッチアズキャッチキャンをフィジカルチェスと例えられました。ロビンソン先生はいつもキャッチアズキャッチキャンにおいてコントロールが全てだと言われておりました。そしてその中で常に自分の身を安全に置くこと、そのことをとても重視されておりました。